足の速さは才能じゃない、走りの学校、和田圭一です。さあ皆さん、今日もやってまいりました。このチャンネルはですね、足の速さは才能じゃないということをですね、分かりやすく、あ、そういうことなんだと、よくぞ言ってくれたと、そう皆さんに思っていただきたいという思いでですね、この動画を撮らせていただいてるんです。というのも、なんとなく才能だと言われている中で、そこに向かって努力できますか？子供たちは、野球少年は盗塁を目指せますか？サッカー少年は J リーグ目指せますか？どう考えても足が速い人がですね、プロ野球選手、J リーガーになってるし、運動会でもすごい嬉しい思いをしてるんですよ。でもそうじゃない多くの人たちにとってですね、この才能だと言われている、このなんかわかんないけど、このフィルターがですね、非常にその選手たちの能力を圧迫してきている。それを大人になっているお父さんお母さんはね、思い出があると思います。自分の子供にはですね、周りの選手にはそういう思いさせたくない、そういう気持ちがあると思うので、それをですね、私が代弁させていただくというのがですね、このね、チャンネルでございます。そして今日もまさにこの才能なんじゃないかと言われるぐらいですね、たくさんの人が悩んでいる足が流れるということについてご説明させていただきたいと思います。今日この動画見ていただければですね、足が流れるっていうのはどういうことかということを理解いただけるんです。で、そこまでが今日のゴールです。いや、そこまでなんかいと。じゃあどうすれば足が流れなくなるのかも伝えてくれよという方もいると思うんですが、ちょっと待ってください。ここにはですね、僕の尊敬するアインシュタインさんの言葉が非常に役に立つんですが、できないことができるようになるということの中の 80% の部分は、その何かというものを正確に理解することが、実はほとんど問題解決の大部分を占めるというふうにですね、彼は言っているんでございます。まさに逆にこういうこともあるんですよ。何かスポーツでパンとその日だけすごい良かった、今日すげえ調子良かったな、でも理解できてない状態でここがパンとできたとしても、それに再現性はないんです。あの時良かったんだけど、なんでできたのかな、わからないまま高校生の時の記録は超えられないとか、なんか先週早かったけど今週なんか 50m1 秒違うぞとか、これあるんですよ。つまり理解するということが非常に大事だと、ここなんです。最後まで見てください。足が流れるということがどういうことか分かっていただけると思います。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。さあ行きたいと思います。まずですね、足が流れるっていうのはどういうことか、これを端的に説明します。足が流れるっていうことは、重心、状態ですね、体の状態、もっと言うと上半身、足よりも上の部分の移動速度に足がついてこれてないっていう状況です。上はすげえ進んでるけど下がついてきてないよ、これが足が流れているという状況です。で、足が流れるとなんでいけないのかってことを説明します。これは物理の話ですけど、低い位置から地面を押すよりも高い位置から地面を落とせた方が強い力が地面に加わるんです。ここまで皆さん分かりますよね。つまり高い位置から落とせた方がいい、だから僕たちはそれをベースポジションというふうに呼んでるんですけども、その高さから落としたい、つまりそこまで上げないといけない。ついた足がすぐに前に来ていたらそこまで持ってこれますよね。でもこの足と上体の距離がどんどん離れていったら、この足を持ってくる間も上体は進んでるんで、結局低い位置から降りるんですよ。だから子供でつま先から落ちてって、なんかブレーキかかってるねってあるじゃないですか。これもその究極です。なんかこの強さが強くなれば速くなるみたいな勘違いをしてしまうんですけど、そうじゃないということですね。ついたらしっかりと上げていく、これが大切なわけなんです。じゃあ分かりました、足が流れない方がいいのは分かった、なぜならば高い位置から叩けないからですねと、ここまで分かっていました。では足が流れない人と流れている人、何が違うのか。さあこの違いについて説明しますね。地面に足がついた時に反発がもらえているかもらえてないかと非常に近しい違いがあります。どういうことかというと、自分で地面を、自分の前に足をついて自分の力で足を押そうとしている人っていうのは、まず足が流れます。一定速度より重心の移動が速くなったら、まずもう 100% 足が流れるんです。で、なんで流れるかっていうと、その人の基準っていうのは強く地面を引っかくというか、後ろにこうグンと押すことなんですよ。ということは押す力の強さというのが重心が前に進む速さと比例するんです。強く押せば押すほど足は後ろに行きますよね、当たり前ですけど。で、体は前に行きますよね。つまり強く押せば速度が上がれば上がるほど上体と足が離れてくるんです。
だから戻すまでに時間がかかるけど上体も進んでる。だから一定までしか速度が上がらないんです。それが速いランニングの限界なんです。じゃあどうすればいいかというと、自分の重心移動を足を後ろに流していく強さではなくて、上から叩いた時の反発力、これを足のスイングと手のスイング、そして加速してきた慣性で最高速度は、その力が強く、反発力が強くなればなるほど前に進んでいく、これに変えていただきたい。で、後ろに引っかくっていう運動の延長にこのスプリントの動きがないんです。もちろんね、スタートラッシュっていうのはちょっと違う足の動きだったりテクニックが必要なんですけど、今は最高速度の話をしています。だから速いランニングで到達できる最高速度とスプリントで到達できる最高速度が違うっていうのは、この足がどうしても物理的に流れてしまうということの限界があるからなんです。じゃあですよ、自分の重心の真下に足を入れて、ここで反発力をもらう。さあ、ここ次ポイントです。足が速い人の特徴、この反発をもらって重心進みますよね。この進んで、この足が離れる瞬間の引き付けの力がめちゃくちゃ強い。この速度がめちゃくちゃ速いんです。この速度が速ければ速いほど、この速度が速いと言われています。ここから離れたこの瞬間の引き付けが強い。戻してるのってこの腸腰筋なわけなんですよ。だから腸腰筋がすごい大事だと。これ一番速いのはチーターの動画見てください。すんげえ速いから。見たことあります？チーターの走ってる時の映像。この足がとんでもないことになってる。ぜひ皆さん、この動画見た後にまずチーターの動画一回調べてみてください。で、余裕ある人はボルトさんのを見て、ボルトさんのここのついてから上げていくまで5m40cm、 5m30-40cm 進んでるんですよ。それぐらいドンドン。で、その究極チーター、あとダチョウ。あ、ダチョウ。マニアックの人はダチョウ見てください。あのダチョウの走りに最も近い人間はボルトさん。ほんとおすすめはチーター、ダチョウからのボルトさん。走るのが、この他の動画を見なくていい。あの、まず走るのが他の動画を見なくていいです。でもね、それぐらいダチョウの動きってすごい勉強になる。さあ皆さん、今日足が流れるということをご理解いただけたでしょうか。そして流さないためには、速いランニングじゃなくてスプリントをしないといけないわけなんです。ぜひですね、皆さんこれを理解していただけたということは、課題解決に 80% 近づいたと言えると思いますので、動画を見てくださりありがとうございます。これが Q&A。 ありがとうございます。ありがとうございます。これだけはやってほしい、足が速くなるための基本。120万回再生。120万回、私がこれで一番伸びてる動画です。120万回って本当ですか？嬉しいですね。もう戸川君のこのね、この瞬間のね、その写真ね、あのサムネイルを120万回伸べすクリックいただけてることで、いただけたんで、もう嬉しい限りです。で、こちら届きました、はい、リンとももさんからのコメント。はい、コロナの影響で部活の顧問の先生の指導を受けられなくて、練習内容の決め方がわからないのですが、走りの学校のトレーニングを見て何とかしています。自分のトレーニング。マジですか？そんなことあります？ありますよ。ありがとうございます。あります、もちろんですよ。で、自分のトレーニングメニューを決めるとき何を意識すればいいですかという。何歳の方ですかね？15歳だと仮定しましょう。15歳仮定して、何部の方ですか？陸上部と仮定しましょう。仮定しましょう、はい、中学生、高校1年生中学3年生でしょ。中学3年生、陸上部、女子、男子。リンとモモさんなので、女性と仮定しましょう。仮定しましょう。はい。これね、陸上部の練習メニューだとしたらね、真剣に答えますよ。週に3回、走る練習を行ってください。筋トレとか補強とかじゃない日、走るという日を週に3回設けてください。1日はスタートダッシュ。だいたい10メートルから30メートルぐらいをメインにして練習する。2日目、月水金だとしましょう。1日空けて水曜日はだいたい80メートルぐらいまで、要は最高速度50メートルから80メートル、別にスターティングブルーとかしなくていいです。で、3日目は120メートルから150メートル。で、これグラウンドがないよって人もいると思うんで、折り返しそうでも全然大丈夫です。
この短い距離、そして最高速度、そして筋持久力、この3つが練習に入っていることが非常にバランスがいい練習なので、ぜひこれをねやってみてください。でその中でじゃあどういうことを意識するのかといったら、強く地面を捉える、足を大きく動かす、そういった、シンプルなものでいいです。考えすぎちゃうと良くない部分もあるので、シンプルに楽しんでみてください。はい、リントンさんコメントありがとうございます。ありがとうございました。さあ皆さん、このチャンネルはですね、皆さんが才能だと諦めているこの走るというものについてですね、そうじゃないんですということを全ての方に、全ての子供たちに伝えていきたいんです。だってさ、盗塁とかね、野球少年で、だってプロ野球選手になりたい、鈴木貴博さんみたいに、周東さんみたいになりたい、並木選手になりたいって思ってる人がクラスで一番じゃなかったら無理だって諦めちゃうじゃないですか。そうじゃないってことなんですよ。全ての子供たちがその足の合図は才能だということに対して、なんか自分はできないんじゃないかと思ってる人がすごい多い。小学生も中学校もそういった質問もあるわけなんですよ。そうじゃないです。皆さんが才能だと思っていることは、それは才能じゃないんです。もっと才能だと思っていることも才能じゃないです。本当に才能か才能じゃないかはもうピラミッドで言うとここの話、皆さんここのことをここの話と勘違いしてる。そうじゃないんだよってことを伝えたい。私たちは走るのがこうです。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。